横江義美純5月から1962年2月14日は日本の彫刻家。素像を得意とし、木彫、大理石像、洋画も残した。愛の像と山県保内村に出生。祖父も父も同村の村長だった。小学校高等科を卒業後、絵画家を志すも挫折し、彫刻家に憧れる。京都の上洛寺で書生をしながら美術学校に学んだ。 学校を特待生として1906年3月に卒業。その後、徴兵のため3年間入隊。兵役終了後東京美術学校へ入学し、1914年に彫刻家を卒業。結婚して一難かずめを設けたが、長女が養成し、続いて母、長兄、妻をも亡くしたに死去。日本のシンセサイザープログラマー神谷重徳は孫に、当たる。 数々の美術展で入選する。1929年には定点審査員に任せられ、死去するまで、これを務めた。1930年から2年間、研究のためフランス、イタリアに投をしたこともあった。1952年には、功績が評価され、日展参事となる。1962年、75歳で死去。ありがとうございます。